それでは本日の記者会見始めます。今日は カンボジアのポルポト政権時代の大量虐殺の責任者を裁く二審制の裁判、カンボジア特別法廷で最高裁判所国際判事を2006年5月から、つい先頃まで6年間にわたって務めてこられた野口元夫さん、現在法務省の法務総合研究所国際協力部長をなさってますけれども、野口元夫さんをゲストスピーカーにお迎えしました。私は日本記者クラブ企画委員、読売新聞論説副委員長の山岡と申します。本日司会を務めます。今日の進行手順、簡単に説明いたします。最初にまず野口さんから、クメール・ルージュ裁判の成果と今後、国際判事辞任にあたってと題したスピーチ、小1時間お話しいただきます。で、その後、質疑応答、一問一答形式で行う予定です。で、時間的には2時スタート、3時半までということを予定しております。それでは野口さん、よろしくお願いします。入ってですか。今ご紹介に預かりました野口です。本日はお忙しいところお越しいただきましてありがとうございます。2006年からカンボジア特別法廷の国際判事を務めておりますが、先般5月16日に国連事務総長に対して辞任の意向を表明いたしまして、7月15日をもって退任することとなりました。そこで本日はお集まりいただいた記者の方々に、これまでの経緯と最近の動向、この裁判の今後の見通し、それから私がこれまで関与してきた中で感じたことなどをお話しできればと思います。この裁判については節目節目ですでに日本のメディアの方々に報道していただいておりますし、私自身も主にバンコク支局の皆様方にはできるだけ直接ご説明をする機会を設けたつもりですけれども、先日来初めての控訴審判決などいくつか大きな進展がありましたので、特に最近の動きに焦点を合わせてご説明したいと思います。この裁判の経緯をごく最初にごく簡単にご説明いたしますと、皆さんご承知のとおり、1975年から79年まで約4年弱の間、カンボジアを支配していたカンボジア共産党、別名クメール・ルージュの政権下で、極端な原資共産主義政策が進められ、この4年弱の間にさまざまな形で当時の人口の4分の1から5分の1にあたる、一説には170万人とも言われる死者が出たとされています。クメル・ルージュは79年1月にベトナム軍の侵攻によって政権を追われましたけれども、その後クメル・ルージュを含む諸派の対立によって内戦が80年代まで継続しまして、結局91年のパリ和平協定、それから92年のアンタックを経て93年に初の総選挙実施、新憲法制定ということで今のカンボジア王国が誕生したわけです。それから約20年経たということになります。日本はパリ和平協定およびそれに続くアンタックの時代から、
カンボジアの和平と復興を全面的に支援しておりまして、国連事務総長特別代表として明石康先生がアンタックに勤務されたことや、日本が国際平和協力法に基づいて PK を初めて出したのがカンボジアであったなど、カンボジアとの深い関係を物語るものだと思います。しかしながら KR 政権下において国家的規模で行われたとされる大規模かつ残虐な犯罪についてはこれまで誰も罪に問われることなく長年放置され、人類史上最大の惨劇の一つとも言われるこれらの残虐行為が不処罰のまま放置されていることについてはいわゆる不処罰の文化の象徴であるとして20世紀最大の負の遺産というような言われ方もしたわけでございます。厳密に言えば1979年8月つまりクメルルジュ政権崩壊直後にカンボジアの人民裁判所というところでポルポトとイエンサリの2名が欠席裁判の結果死刑判決を受けております。罪名はジェノサイド集団殺害罪でありますけれども、この死刑判決も結局執行されることはなくポルポトは1998年に死亡、イエンサリは96年に国王から恩赦を受けております。それ以外にいわゆるクメルルジュ時代の重大犯罪について法の裁きがなされた形跡はないということであります。その後1997年になってカンボジア政府から国連に対してこのクメルルジュ時代の重大犯罪を裁くための法廷を設置したいとそのための支援要請がありまして、結局この国連とカンボジア政府との間の法廷設置交渉は非常に難航したわけでございます。結局約7年かかってようやく合意が成立しその合意文書アグリメントが発行したのが2005年の4月でございました。このいきさつについては詳しく申し上げる時間がありませんが、当初旧ユーゴスラビア特別刑事裁判所 ICTY と同じような国際刑事法廷を設立するよう求めていたカンボジア側が徐々に国内裁判所としてこれを行いたいというふうに考えを変えていったこと、そしてそれに対してそれでは国際標準を遵守した裁判を行うのは困難であると考える国連側との間に意見の相違がありこれがなかなか埋まらなかったというふうに伝えられております。日本はこの間もさまざまな外交努力を通じて法廷設置に向けてリーダーシップを発揮したわけでありますけれども、法廷の設立について最後の関門となったのは資金でありまして、この特別法廷の運用資金はいわゆるボラントリーコントリビューション任意拠出金で賄うということで、一部をカンボジア政府が負担するほかは国際社会からの寄付金で賄うという仕組みでありましたが、当初3年分の予算として想定されていた 56.3 ミリオンドル
今の当時のレートでいうと、まあ65億円ぐらいでしょうか。これがまあなかなか集まらず、結局最後には国連負担分とされていた43ミリオンドルの半分を日本政府が拠出するという決断をしたことによって、まあようやく、他の国からも拠出が得られるようになって、法廷が動き出すことができたと、そういう経緯がございました。このような日本の強いコミットメントを反映して、日本人から判事を出したいという動きもありまして、当時私は2004年当時ですが、マニラにありますアジア開発銀行の法務部に出向しておりましたが、まあこの法廷の国際判事に応募することを進められ、手続きを経た末、結局2006年の5月から、この判事職に就いております。そして、実際に法廷が、まあ、2006年の7月くらいから動き出しまして、これまでに約6年経たわけですけれども、その間に合計5名の被疑者を拘留して、いわゆる第一事案第二事案と呼ばれる2つの事件の裁判が行われ、また行われました。第一事案についてはすでに本年の2月に私の所属する控訴審判決が出て、まあ、初めて判決が確定し、被告人が服役を開始しております。この被告人はいわゆる S21 と呼ばれる政治犯収容所の元所長であった、通称デュックという人物ですが、人道に対する罪および戦争犯罪ということで、約1万2000人以上の被収容者を処刑したということで、2010年に一審裁判所によって禁錮35年の有罪判決を受け、検察側弁護側双方控訴の末、先ほど申しましたとおり本年2月に上訴審が一審判決を破棄して終身刑、無期禁錮刑を言い渡し確定しております。さらにいわゆる最高幹部と目される4名の被告人について現在一審の裁判が進行中であります。進行中といってもまだ一審が始まって間がない状況であります。ただしこの4名のうち1名については、昨年一審が始まるちょっと前の時点でアルツハイマー病により訴訟能力がない疑いがあるということで、他の3名と分離して公判が停止しております。そこで今一審がやっているのは、キュー・サンファン、ヌオン・チア、イエン・サリ、この3名の被告人についてでありますけれども、いずれも高齢でありまして、イエン・サリとヌオン・チアについては今現在終日法廷に出席できないほど、まあ、体調が不安定であると。特にイエンサリは
まあ、何回も入退院を繰り返しておりますけれども、少し前に気管支炎ということで入院して、その後退院してきてからは法廷に姿を見せず、まあ、控室からモニターで傍聴というか出席しているという状況であります。ヌオンチアの方はだいたい午前中は、法廷で、に参加しているけれども、午後はやはり控室から見ているといった状況で、一人Q3ファンだけが今のところ終日すべて法廷に出席しているといった状況であります。この第二事案は、まあ、カンボジア全土にまたがる非常に多くの事件訴因を含んでおりますところ、第一審裁判所は昨年これを一旦3つのまあ、セグメントに分けまして、まあ、その3つのセグメントのそれぞれについて審理をして、一つずつ判決を出していくという方針を明らかにしましたけれども、その第一セグメントを今、審理しているということでございます。ところがこの第一セグメントは、まあ、ある種時系列的に、最初の方の事件ということで、クメル・リュー政権、当初都市住民を強制移住させたというような部分について人道に対する罪等の審理が行われていると。しかしながらここ数ヶ月で、被告人の体調が、かなり目に見えて悪化してきたこと、それから、後でご説明、しますが、財政的支援がかなり厳しくなってきておりまして、資金難の問題が恒常化していることから、昨年第一審裁判所が想定していたように第一第二第三セグメントというような進行はちょっと望めないのではないかという懸念が出てまいりまして、まあ現在そのどういうふうにこれを進めるかということについて当事者とも協議が継続しているところでございます。検察側はこの第一セグメントの審理の中に少なくとも S21 の犯罪など、まあ、第一事案で被告人デュックが訴追されたと同様の事実を含めるべきだというような主張をしておりますけれども、これまでのところ裁判所の入れるところとはなっておりません。したがって第二事案については、まさに時間との戦いという様相が強くなってきております。まあ、これは、私就任の時にも6年前にも多分申し上げたことでありますけれども、当然のことながら6年を経た今、被告人のみならず被害者や証人の高齢化はますます進行し、また当初3年でこの裁判全部終わるというふうに想定されておりましたのが、6年を経てようやく第一事件の終局判決を見たのみということで、まあ、裁判の長期化による資金の増大、そしてまあ諸事情による主要ドナー国の財政事情の悪化ということも相まって、まあ困難な状況が続いておるということです。さらに第三第四事案というのがございまして、これは、法廷の国際側、つまり国連側の検察官のみで送致したという異例の事件でございます。逆に言えばカンボジア側の検察官はこの第3第4事案については進めることに反対であった。一
国連側の検察官がこれに積極であったということで、まあ、法廷の規則上片方だけで送致できる場合がありまして、その規則にのっとって国連側検察官のみが2009年に送致し、まあ、同様の意見の対立が捜査判事段階でも見られるようでありまして、現在この事件の起訴については捜査判事が検討中であるということでございます。しかしながらこの両者の意見対立等をめぐりまして、国際側の捜査判事がこの1年余りの間に2代続けて数ヶ月以内に辞任するといったようなまあ混乱が生じておりまして、この両事件の起訴についてはいまだに予測がしがたい状況であるということであります。でまあ、今のような状況の中で、まあ、これまで6年かかって1件の終局判決が出され、さらに幹部クラスの第二事案が今申し上げたような形で進行中でございますが、まあ、ここまでの法廷の活動を通じて、まあ、どのようなことを申し上げられるかということを考えてみますと、まあ、いくつか、まあ、すでに成果として、申し上げていいということがあるように思います。まあ、一つはまずこの事件の裁判をプノンペンでやったこと、これがやはり非常に大きな意味があったと私は感じております。いわゆる国際刑事裁判と言われているものの多くは、まあ、ハーグまたはタンザニアのアルーシャですとか、まあ、要するにその犯罪が起きた国と別のところで行っております。そしてその裁判はいわゆる国際裁判ということで、多くの場合その国の国民が検察官や裁判官として関与することなく、まあ、国際社会が国際標準に基づいて別の場所で行っているというものでございますけれども、このカンボジア特別法廷は最終的にはカンボジアの司法制度の一部という法的位置づけを持って、この犯罪が行われた国カンボジアの首都プノンペンで行い、我々国連側職員はカンボジアの人たちがこの裁判を行うのをお手伝いするという形で参加してきたわけでございます。まあ、これはこの裁判の、まあ、今なんでこんな30何年も経ってこれをやっているのかと、もともとの問いにも関係するところでございますけれども、要するにカンボジアが今後 ASEAN の名誉ある一員として発展を遂げるに際して、この三十数年前の暗黒の時代のことをできる限り清算して、その上で前に進むのがカンボジアの国そして国民にとって必要なことだろうと、こういう認識を持って日本政府もこの裁判を支援してきたわけでございます。そういう背景の中でこの裁判をプノンペンでやったことというのは非常にいろいろな意味で大きなことであったろうと思います。具体的にはこれまで数万人の国民が延べ数万人の国民が
この裁判を傍聴していること、それから法廷のアウトリーチと称する広報活動を通じて、さまざまな形でこの裁判の存在意義、成果などが頻繁にカンボジア国民に報道され、今までクメルルージュのことを知らなかった世代の人たちも含めて非常に大きな広報の成果といいますかがあったと。それが結局この時代のことを知らなかった若い人たちにとって一つの新たな動きとして認識され、だんだんとこのクメルルージュ時代のことがオープンに語られるようになってきたという気がいたします。この時代に例えばおじいちゃんおばあちゃんが亡くなった、両親が殺された、兄弟がいなくなったというようなことはもうこのカンボジア国民みんな経験していることでありますけれども、若い世代になればなるほどその詳細については聞かされていない。逆に言えばこの時代のことはある種のタブーとしてあまりオープンに語られることはなく忘れられようとしていたわけですけれども、この裁判を通じてそのようなあり方に若干変化が出てきたものと私は見ております。何よりもこの時代のことについてこれまで固く口を閉ざしていた被害者、それからクメルルージュ側であった人、法廷この S21 の事件であればリュックの下で働いていた被疑者側の人、こういう人たちも含めて勇気を持って進み出て証人として当時の模様を語った、そういうことに触発されてこの時代のことを少しずつ皆が考えるようになって、若い人たちが話すフォーラムがどんどん出てきた。そしてここ 2,3 年のことでありますけれども、今まで教科書でも全く取り上げられていなかったこの時代のことを教育省が初めて教科書に入れるようになって、今では期末試験の問題にも出ているというふうに聞きますが、逆に言えばこれまで何十年もの間そういうことは行われてきていなかった。これがやはりこの特別法廷が間接的に与えたインパクトの一つだろうと思います。他方でこの法廷は刑事裁判の中で被害者が刑事裁判手続きに参加できる、いわゆる被害者参加制度を取り入れましたし、また限定的ではありますけれども集団的かつ倫理的損害賠償請求権を認めたということでも注目されました。これはもともとフランス法上存在する制度でありますけれども、この裁判にも限定的な形で導入いたしまして、先ほど申し上げた第一事案で約100名、第二事案で4000名程度の被害者が刑事裁判にシビルパーティーという形で当事者として参加しております。当事者というのは検察官弁護人と並ぶ3つ目の当事者ということでありまして、シビルパーティーは証拠の閲覧権、証拠請求権、証人尋問権、控訴権など、当事者としてさまざまな権利を持っています。
残念ながらこの被害者の損害賠償請求権については、現在のこの法廷の制度では、少なくとも第一事案に対して、適用された制度では、被告人の資産をもって、賄うこととされておりましたところ、被告人が無視力と判定されたこともあって、被害者が満足できるような賠償は実現するに至りませんでした。また被害者参加につきましても、第一事案は100名程度でありましたけれども、第二事案では数千人の規模に上りました。で、一旦はこのうち半数がシビルパーティーとしての参加のための要件を欠いているということで、請求参加要求を棄却されたりしまして、いろいろとその制度の導入に伴う混乱、または被害者側の期待を裏切るような場面もあったかと思いますけれども、このプノンペンでこの裁判を行い、被害者がそういう形で裁判に主体的に参加したということも、この裁判の意義の一つの大きな側面であったろうと思います。もともとこの被害者参加または刑事裁判における損害賠償請求というのは、例えば窃盗事件で何かが盗まれたのでそれを返却してもらいたいとか、そのような普通の刑事事件における小規模な参加もしくは賠償原状回復を想定して作られた制度でありまして、本件のように被害者が数千人もしくは潜在的には数万人数十万人に及ぶような状況を想定しているものではありませんし、また損害賠償といっても本件の場合は国際刑事裁判所における被害者基金のようなファンドはありませんでした。そういう意味でもともとその限定的な仕組みとして導入したんですが、やはり被害者の方の期待というのがかなり大きく膨らんで、それに対して法廷が現行の制度上成し得ることが限定されており、その間に何がしかのギャップがあったということは否めないところだろうと思います。ただしこの問題というのは国際刑事裁判全般に言えることでありまして、現在国際刑事裁判の中でこの被害者参加及び被害者に対する損害賠償をある程度認めているのはこのカンボジアの特別法廷と ICC 国際刑事裁判所だけでありまして、国際刑事裁判の世界でもこの2つの問題についてはまだまだ試行錯誤を重ねている段階であるというのが現状でございます。このようないろいろ被害者のや期待被害者や国民の期待に背くと言ったら言い過ぎかもしれませんが、必ずしも答えられなかった面は裁判ですから多々あると思いますけれども、この第一事案に関しましては、とにかくこれまで全く明らかにされていなかったクメルルージュ時代の犯罪について、一人ではありますけれども刑事裁判の結果有罪になり、
そして、まあ、その被告人の犯罪立証に必要な限度においてでありますが、当時起きたことが裁判における事実認定という厳格な手続きを経て確定した、この持つ意味は大きかったろうと思います。それに加えまして、今申し上げたような副次的効果、この裁判が行われたことによって、この時代のことをカンボジアの人たちが再考するきっかけになった、これはまあもしかするとこれが一番大きいことなのかもしれません。我が国の第二次大戦後の歴史を踏まえましても、やはり一番大事なことは何があったかということを伝えていくことでありまして、その前提としてまず何があったかがある程度の権威を持って認定されなければならない、そしてそれについてオープンかつ建設的な対話がなされていかなければならない、そういうことを日本人もいろいろな場面で考えてきたわけですけれども、カンボジアにとって今このクメール・ルージュ裁判を通じてそういう機会があったのではないかと、そういうふうに私は思っております。しかしそこから将来何を生み出していくかというものにことについては、これは我々外国人がすべきことではなく、カンボジア国民が自分たちの手で考えていくべきことだろうと思います。いわゆる国民和解、ナショナルリコンシリエーションといわれるような問題につきましては、この裁判がそのための一つのきっかけ、踏み石を提供することになったかもしれませんけれども、それをどのように発展させて次世代に伝えていくかということはカンボジア国民の手にかかっていると、このように考えております。またこの裁判はいわゆるキャパシティビルディング効果、モデル法廷効果というのもカンボジア政府から期待されているところでありまして、いまだカンボジアの国内司法レベルではさまざまな問題を抱えているところ、この特別法廷の活動を通じて判事、検事、その他この特別法廷の活動に従事するカンボジア側の職員が国際標準をはじめとするさまざまな体験を積んで、それを将来のカンボジアの国内司法に反映させていってもらいたいと、そういう意味ではこの裁判、技術支援としての側面も併せ持っているのではないかと思います。それにつきましても6年間私同僚のカンボジア判事などとの対話を通じて、まあ、当時始めた頃になかなか言葉が通じなかったように感じておりました点が、最近は非常に意思疎通がしやすくなったと、むしろ考え方が対立するのはカンボジア人判事とではなくて国際判事との間で意見が違うことの方が多かったりというような場面も見られましたけれども、それはこの仕事を通じてやはりカンボジア側も国連が力説します国際標準というものの実務上の適用ということを少しずつこう実感として得つつあるのではないかと、そのように感じております。この6年間を通じまして
日本のメディアの皆様方には、節目節目で、この裁判の様子を報道していただきまして、私深く感謝しております。また特にバンコク駐在の特派員の皆様方とは、いろいろな機会に直接お話しする機会もありまして、ずいぶん勇気づけられたこともありました。この機会に改めてお礼を申し上げます。最後に私今回この判事を辞任したことに伴いまして、法務省の中で異動になりまして、法務総合研究所の国際協力部長というポストを命じられ、果実着任いたしました。今お手元にお配りしております法整備支援というパンフレットが、その国際協力部の行っている活動でございますけれども、いわゆる発展途上国に対する法制度づくりのお手伝いを主に日本の ODA のプログラムを通して行っているものであります。この国際協力部は2001年に設立されまして、すでに10年余り、これは大阪の知見貢献の建物の中にあり、私も先週から大阪に着任しておりますけれども、アジアの途上国、特にインドシナ三国をこれまで重点的に対象としてきております。今後はニーズに応じて他の国、例えばミャンマーですとか、そういうところにもニーズがあればまたお手伝いをする機会もあろうかと思います。私にとりましては引き続き従ってカンボジアの司法にお手伝いする機会があるということで喜んでおります。皆様方にもこの法整備支援についても引き続きご理解ご支援をいただければ幸いでございます。それではこのあたりで私の方のご説明を一旦終わらせていただきまして、残りの時間ご意見ご質問などを頂戴したいと思います。ありがとうございました。それでは質疑応答に入ります。質問のある方は手を挙げてください。で、私の方から指名いたしますので、お近くのマイクを使って、で、社名と氏名を名乗ってから簡潔にご質問ください。それでは質問のある方どうぞ。どうぞ。個人会員の花井です。先ほどですね、なんか捜査判事が2台について辞任した混乱があったというお話があったんですが、どういう状況が、混乱とはどういうことがあったんでしょうか。それから今度お辞めになったですね、理由野口さんがお辞めになった理由もですね、やはりそういう混乱に類したものがあったからでしょうか。それからその野口さんの後任はもう決まっておるんでしょうか。以上の点をお尋ねします。はい、第1点の混乱と申しましたのは、国際側捜査判事初代、マーセル・ルモンドというフランス人が、長く勤務しておりましたが、彼がいわゆる第二事案の起訴手続きを取ったのを機に辞任いたしました。その後2代目のドイツ人捜査判事ジークフリッド・ブランクと3代目のローレン・カスパ・アンセルメ、スイス人ですが、
この両名がいずれも1年未満で、しかも突如辞任のプレスリリースを出して辞任するといった形を取りまして、まあこれが混乱を招いたというふうにご説明したわけです。まあその辞任の理由はブランク判事とカスパ・アンセルメ判事は多少異なりますけれども、いずれもこの第3第4事案の取り扱いをめぐってカンボジア側の捜査判事と国連側の捜査判事との間で非常に深刻かつ容易に埋めがたい意見の相違があるといったことに気にしておったようでございます。そして当然のことながらこのように国際側の判事がかなり前触れもなく突然辞任するといったようなことは、その捜査判事オフィスの国連側のスタッフにも動揺をきたしまして、一時ブランク判事が辞職した直後は捜査判事オフィスの国連側のスタッフがほとんどいなくなるといったような場面もあったようであります。それから私が辞めた理由というのは今の混乱とは全く関係がございませんで、まあ当初3年ぐらいで全ての事件の捜査訴追が終わるだろうという見通しでございまして、まあ私も引き受けしたわけですけれども、6年経った現時点で第一事案の終局判決を見たものの、第二事案については先ほど申し上げたような段階にあるということで、まあ私控訴審判事といたしましては、次に第二事案の役回りが回ってくるのはまだ数年先でありそうであり、まあ第一事案の控訴審判決という大きな節目を迎えた現時点で退任するのがまあタイムリーであろうというふうに考えたわけであります。それから私の後任につきましては、その日本人を代わりに出すといったような仕組みにはなっておりませんで、各裁判部ごとに国際判事の予備判事リザーブがおります。で、私の属する最高裁判所に関してはザンビア、アフリカのザンビアという国の最高裁の副長官の女性が私の予備判事になっておりまして、彼女が私に代わって正判事となる見込みと聞いております。じゃあどうぞ。NHK の仁村と申します。長い間お疲れ様でした。また現地では何度かお世話になりました。先ほど一言だけありましたけれども、その国民の和解という点ですが、まあ、そもそもこういった過去を裁く裁判というものは当然最終的には国民の和解というものになっていかなくてはいけないと思うんですけれども、果たしてその見通しはあるのか、いまだに裁判をやっても被疑者側あるいは被害者側の、その溝というのは深いようですが、果たしてそれが可能というように思われるのか、果たしてそれがいつ頃になるのかという点、それから今国際側国連側の判事の件なんか出ましたけれども、カンボジアと 国連側の判事の、まあ、意見の相違というものがあったようですけれども、国際判事国連側の判事の中での、調整というものはどうだったのか伺いたいと思います。特に日本は財政面でも、かなり中心的な、役割を負ってきたわけですけれども、そこで、日本側あるいは野口判事のお考えと、他の国 国際側の判事との間で、いろいろな意見の相違というものがあったのか、そういった国際側の件について、ちょっと教えてください。はい、
まあ、国民和解に関しましては、先ほど申し上げましたように、まあ、最終的にはこれはカンボジア側の、まあ、カンボジア国民、そして政府が、自分たちで考えていくべきことだろうと思います。そして、そもそもこのクメルルジュ裁判というのは、初めから、ごく数名のいわゆる最高幹部をの捜査訴追ということにマンデートが限定されております。逆に言えば、いまだにその市中に存在しているという、まあ、多数の可視官レベル以下の旧クメールルージュ政権側の人たちについては、この裁判は元から訴追対象とする計画がございません。したがってその当時あった犯罪をもうすべからく処罰するといったようなことは、もとよりその目標の範囲外でありまして、また物理的にも不可能なことでございます。そういう意味でこのクメルルージュ裁判というものは、当初から到底その今おっしゃったような意味での被疑者と被害者との国民間の和解というものを全てお膳立てするような仕組みにはなっておりません。ただ、さっき申し上げたような形で被害者が参加し、またこの時代のことについてある程度事実が確定し、今のところ一人でありますが処罰された刑事責任を負うことになったというようなことを通じて、国民の和解の前提となる何らかのそのものが提供できたのではないかと、まあその程度であります。国民和解というのは、このクメルルジュ裁判が直接刑事裁判として成し遂げうるものではございません。その前提となる何者かをその副次的に提供できればというところだと思います。その時期可能かどうか、またその時期ということは私判事としては予想をすることは難しい状況でございます。それから国際判事官の意見の相違というようなものがあったかというようなご質問に関しては、まあ具体例を申し上げますと、今回の第一事案の控訴審判決、先ほど申しましたとおり一審の禁錮35年を破棄して終身刑を言い渡しておりますけれども、これは国際判事1名私とカンボジア側判事4名の5名で構成しました多数意見でございまして、私を除く国際判事2名は反対少数意見、禁錮30年ということでございました。この裁判を作った際に国連側は、カンボジアが判事の意見だけでことが決まっては困ると考えたようでありまして、普通の多数決よりも1票多い、特別多数決スーパーマジョリティというのを導入いたしております。控訴審に関しては、全部で、4名足す3名で7名判事がおりますところ、4名では、多数決になりません、5名必要ですという仕組みでやっておりました。今回の量刑の部分に関しましては、国際判事1名プラスカンボジア判事4名ということで、その特別多数決の要件を満たしたわけでございます。まあ、元よりこれは一例に過ぎません。で、私ども国際判事といってもそれぞれ全く別の国、別のバックグラウンド、法体系の国から来ておりますので、先ほど申し上げましたけれども、私、まあ、日本
の出身としては、まあ、大陸法系の法制度には比較的馴染みがあるわけでありまして、国際判事の中でも、いわゆる英米法系の人とは基本的に考え方が違うという部分も多々ありました。そういう場面においてはカンボジア人判事対国際判事という分かれ方よりも大陸法系対英米法系といった分かれ方をするということもあったかと思います。それからまあ、財政面に関してはこの国際判事カンボジア判事ともあまり直接関与することはございませんでして、これは主に法廷の事務局、そしてこの法廷のまあ両ホストであります国連とカンボジア政府、さらにはそれを支えております国際社会、具体的にはドナー国会合のようなもの、そういうところで予算の議論等を通じてなされることが多かったと思います。判事は法廷をできるだけ速やかに進めるということを通じて、もちろん予算上の負担、財政上の負担を軽減するといったようなことを考えておりますけれども、判事同士でそのような議論を細部にわたって行うということはあまり多くなかったように思います。どうぞ。フジテレビの滝山と申します。どうも6年間もカンボジアで裁判にかかったということで本当にご苦労様でございました。野口さんが真っ先におっしゃいましたけれども、この裁判は時間との戦いであると、まさに私はもうこの裁判が始まるときにそう思ってたんですけれども、このクメール・ルージュに対する裁判というのは表向きの裁判でありまして、裏には中国とそれから現在のカンボジア政権が後ろに隠れている、そういう裁判だと思うんですけれども、このそのことで私はまずお聞きしたいのは、第二次犯、いわゆる国家の指導者であった彼らの裁判がずる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 と遅れているっていうのは、何かそういうことで中国政府やカンボジア政府、カンボジア政府はもともとクメール・ルージュから反乱を起こしたのが彼らが政権を取ったもので、フンセンなどは今も頑張っているようですけれども、そういうことで判決が出ないこと、あやふや曖昧にしてなることがその理想なので、ずる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 長引いているのではないかという感じが私はしていたんですけれども、先ほどカンボジア側判事と国連側判事の間で意見の対立があったというようなお話を伺いまして、なるほど、カンボジア政権側にはそういうことでのあれがあるのかなというふうな感じを受けたんでございますけれども、政治的な圧力というものがあったんでしょうか。これは多分バンコクの記者たちには説明があるんだと、そういうバンコクの記者たちは当然そういう質問をするんだと思うんですけども、そこら辺についてはいかがでございましょうか。私が先ほど来申し上げております、そのカンボジア側と国連側の捜査判事の意見の相違というのは第3第4事案についてでございまして、今一審が進行中のいわゆる政権幹部に対する第2事案についてはそういうことは全くございません。そしてこれについては国連カンボジア側とも、とにかく時間との戦いであって、なるべく早く進ませなければならないということで、完全に一致しております。まあ、当時のクメル・ルージュ政権の、まあ、背後の国際事情といったようなものについては、まあ、検察側弁護側の立証の中で、ある程度は証拠として出てくるものかもしれませんけれども、
まあ、この刑事裁判としての性質上、起訴されている当該被告人の有罪無罪を認定するに必要な限度でしか、まあ、いわゆる歴史を明らかにするということはできませんので、そこはおのずから限度があろうかと思います。そして、まあ、第二事案がなぜこんなに遅れているのかというのはもうひたすら技術的なことでありまして、結局2007年の後半にいわゆる内部規則を我々が判事団が採択した直後に数ヶ月の間に被疑者5名速やかに身柄拘束がなされましたが、その後捜査判事による司法捜査の期間というものが3年間ございました。これはまあ日本の刑事訴訟制度で言えば検察官による20日間の捜査期間に対応するものでありますけれども、これが原則1年間そして2回まで延長できるということで3年間あったわけです。そして実際3年近い時間がこの捜査に費やされ、その後実際に裁判が始まるまでまた数ヶ月と、そしてこの被告人いずれも全面的に無実を主張して多くの事実上法律上の主張をしていることから、まあいわゆる日本でいう否認事件の裁判と同様各場面で異議申し立てがなされ、それに対して上訴審が判断をしといったようなことがあるもんですから、なかなか思ったようなスピードで進まない。でじゃあこれを誰が遅らせているのかというと、別にその誰か特定の人が遅らせているということではないようでありまして、やはりこの刑事手続きの仕組みにのっとって各当事者がそれぞれの権能を行使し、争うべきものを争って各段階で時間がかかっている、こういうことであろうと思います。まあただしごく最近この第二事案の弁護団のうちの一つ、ノンチアの弁護人弁護団に関してはそのうちの2名ほどがまあ職業倫理上好ましからぬ法廷活動を行っているということで裁判所から戒告を受けております。いずれにしましてもこの第二事案についてカンボジア政府がその進行を遅らせているといったようなことはないように思います。はい、じゃあその他に質問のある方どうぞ。はい、共同通信の大倉と申します。今日は興味深い話ありがとうございました。ちょっと印象論的になるかもしれませんけれども、その禁錮35年とか終身刑といった、判決、あるいはその今進行中の4人の審理がまだなかなか進まないというところを、そのカンボジアの国民の人たちはそのどういうふうに受け止めているという印象を野口さんは受けていらっしゃるでしょうか。例えばその判例のようなものもまああまりないんだと思うんですけれども、その応報感情とか処罰感情みたいなものが満たされて受け止められているというふうに感じられたでしょうか。あともう一つ、その4人の審理がまあ時間との戦いという中で、まあこのままなかなか進まないことがそのカンボジア社会にどういうふうな影響を与えるとお考えでしょうか。それを教えてください。はい、先ほど申し上げた第一事案の控訴審判決、一審が35年で二審が終身刑と申し上げましたのは、厳密に申し上げますとその量刑そのものではありませんで、この被告人デュック
が現在に至るまで、といいますか今年の2月に控訴審判決が出るまでの段階で12年余り未決交流があったと。そのうちの8年余りは ECCC このクメルカンボジア特別法廷下の交流ではなくてカンボジアの軍事裁判所における交流であったと。この期間が8年ちょっとあったわけですが、これを一審裁判部では違法交流であったと認定した上で、その違法交流に関する賠償として被告人に対して5年をその刑から差し引くと、さらには被告人がほぼ自白して捜査訴追審理に協力したことに対する評価として有利な情状という意味で5年を差し引くといったようなまあいろんな計算をして35年という数字を出したようでございます。で、上訴審私のチャンバーにおいて、先ほど申しましたように国際判事官で意見が割れましたのはその違法交流について、賠償を認めるべきかどうかという、まあ、かなりテクニカルな点でございまして、被告人が行った犯罪そのもの1万2千人余りを処刑したというこの犯罪そのものに対して無期刑が相当であると、この点についてはユナニマス全会一致でございました。そこから先その今申し上げましたテクニカルな賠償の扱い等の部分で意見が分かれ、そしてさらに無期じゃない場合にはその 何年が有期の上限なのかというまた別の問題がございました。これはまあさらにテクニカルですけれども、特別法廷のを作ったその合意文書国連との条約等には、刑として5年から無期と書いてある。でその有期の上限が何年かということは全く書いてないんですね。で最近2009年に採択されましたカンボジアの新刑法では有期の上限は30年というふうに新しく定められました。そこでこの法廷がそれをに拘束されるのかといった別の問題がありまして、少数反対意見の国際判事2名は無期刑でないのであれば次は30年であるという考え方のように見受けられました。そこで彼らは30年ということだったと思います。で、まあ、いずれにしましてもそういう非常にテクニカルなものがあったもんですからなかなかそのカンボジアの一般国民がパッと見て分かりやすい話ではないんですけれども、他方この35年という一審判決が出された当時には特に生き残り被害者などから軽すぎるといったような反発の声が上がったとも報じられました。そしてこの控訴審判決が出た直後には逆に彼らからはついに正義がなされたといったような、まあ、歓喜の声が上がったというふうに伝えられました。まあ何度も申します通りこの無期か終身か35年かというところは非常にテクニカルなことで決まったところもありまして、それがどの程度正確にそのカンボジア国民に理解されているか分からない部分もありますけれども、まあ最終的にこの法廷として二審制の末に最高刑を科したという結果は間違いなく残ったわけでありまして、これは私が聞いている範囲では国民からは高く評価されたと
いうことのようでございます。そして第二事案、この幹部クラスに関するより大きな方の事件が今のような状況にあって、冒頭に申し上げましたとおり、果たしてこの第二事案が最後までいくのかどうか、被告人関係者の年齢の問題、それから財政支援の問題などから危ぶまれていると。これについては当然のことながらカンボジア国民としても非常に懸念しているところでありまして、我々もさまざまな形でもっとなんとか早くできないのかという悲鳴のようなものを聞くわけですけれども、なかなかこれはパッとこう飛び移るみたいな、マジカルな手がないのが現状でございまして、他方一方では迅速な裁判という要請がありますけれども、他方で一つ一つの手続きを国際標準にのっとって緻密に進めなければならないという半ば相矛盾した要請があります。これをバランスを取りながら進めていくのが課題でありますけれども、なかなか特効薬はないと。そして被告人弁護人がいずれも激しく争っている事案でございますので、国民から見ればストレスがたまるような速度でしか進まないと。これはおそらくこの裁判に限らず刑事裁判一般に言えることだろうと思いますけれども、特に時間との戦いという面で懸念されているところであります。どうぞ。朝日新聞の柴田と言います。お疲れ様でした。現地でもお世話になりました。第二事案についてですね、その最高幹部の裁判を早く進めようということではコンセンサスがあるというお話でしたが、第三事案、第四事案でカンボジア側とその国際側がそこまで対立したというのは、カンボジアの政府がですね、もう打ち止めにしようという意思があって、それにそのカンボジア側の捜査判事がその意向を強く持っているのに比べて、国際判事がもっとやっぱり正義を実現するべきだというふうな対立ということではないのでしょうか。すでに裁判の訴状に上ったものについては、その迅速に終えるということがあっても、これ以上この法廷を続けるということに対してですね、カンボジア政府側のその嫌気というか、そういうものが伝わるというようなことはなかったでしょうか。第3、第4事案については今ご指摘のような点がマスコミからメディアから指摘されております。いわゆるポリティカルインターフェレンス、政治介入があって、その影響でカンボジア側がこの第3、第4事案を進めたくないのではないかと。こういうことは国際 NGO などをはじめ強く言われているところでございますけれども、少なくとも言えることは、この両事案についてカンボジア政府の上層部は比較的明白に、もうこの両事案は捜査訴追すべきでないと。いうことをいろいろな場面でオープンに言ってきています。特にフン・セン首相はもうこの両事案は国民和解という観点からあまり助けにならないので、限られたリソースと財政難などを考えると、これはもうやるべきでないといったようなことを、これは政治的発言として行っておりますけれども、果たしてこれがその、カンボジア側の司法官に対して影響を与えているものかどうか、そこは
私どもには分かりかねるところであります。それぞれのその事件の個別の決定については、いずれもテクニカルな論点でありまして、例えば人的管轄に属するかどうかとか、そういう問題について国際側とカンボジア側が異なった意見を出しているということであります。ただこの領事案については未だ捜査段階にありまして、まだ起訴もされてない状況にあると。他方で第二事案についてはいわゆる最高幹部の事案であって、すでに起訴されて一審が開始していると、こういうような状況を考えますと、この残された時間とお金をどのように配分していくかという観点からすると、国際社会一般にとってとにかくこの第二事案を優先的に処理するべきであるということについては多分大きな異論はないものだろうと思います。第三第四事案の被疑者というのはおそらく第二事案の被疑者ほど高齢ではございませんし、まだ捜査段階にあるということで、その時間との戦いという側面は特に第二事案において顕著であると、こういうことは言えると思います。その他ご質問ある方どうぞ。どうぞ。個人会員の北畠と申します。大変貴重なお話ありがとうございました。2つほどお伺いしたいと思うんですが、第一点はですね、いくつかの成果があったというふうにおっしゃって、主に国、カンボジア国内への影響が中心だったと思うんですけれども、今の国際情勢を考えてみ、見てみますと、例えばスーダンだとかシリアなどでいろいろ問題が起こっております。でそういった国々に関してもですね、将来国際的な刑事裁判が行われる可能性が出てくると思います。カンボジアでのご経験に照らして、今後の国際刑事裁判、国際的な刑事裁判にカンボジアの例がですね、与える影響があるかどうか、あるとすればどういうものがあるかというようなことをお伺いしたいと思います。もう一点はカンボジアの判事さん、カンボジア側の判事さんというのはどういう方々がおられるんでしょうか。例えば国内の裁判所の裁判官を兼務されているとか、そういうことではないんでしょうか。専任になっているのかどうか、それから国連のが関係している裁判ですから、使用される言語っていうのはですね、国連の公用語を全部お使いになるんですか、それとももう英語が主になるわけでしょうか。あるいはカンボジアの元宗主国であるフランス語が使われるんでしょうか。その辺ちょっとお伺いしたいと思います。はい、1点目につきましては、誠におっしゃる通り、このカンボジアでこの三十数年を経た後に、限定的ではありますけれども、当時の政権の幹部等が拘束され、法の裁きを受けているということが、国際社会における法の支配の促進強化という観点から強いメッセージになるものと考えております。その点では日本政府が戦後一貫して進めている法の支配を
もとにした世界秩序という努力のこれも一面でありまして、ご指摘のとおりスーダン、ダルフールについては国連安保理が付託したアルバシール大統領の案件等がすでに継続しておりますし、シリアについても安保理が ICC に付託するかどうかという協議がなされているようであります。国際刑事裁判全般に言えることですが、最も根本的なメッセージというのは、こういう大規模な人権侵害犯罪はどれだけ時間が経っても見逃されることはないという、その不処罰の文化の撲滅という観点からのメッセージでありまして、カンボジアについてもこのクメール・ルージュ裁判が多くの人の目から見て、これはおよそ実現することはまずないだろうと思われていただけに、限定的ではありますけれども、こうやって裁判が実際に開始され、有罪判決が出て服役している者がいるということは、そういう面から見ると非常に強いメッセージであろうと思います。それからもう一つ、このカンボジアの特別法廷は先ほども申しましたように、被害者の参加と損害賠償という制度を初めて取り入れて実施に移した。国際刑事裁判では ICC と並んで2つだけそういうことを根本的にやっておるんですけれども、 ICC はまだつい昨日一審判決が初めて出たという段階でありまして、まだ損害賠償命令は一件も出ておりません。そういう意味でカンボジアの特別法廷はある意味ではこの被害者参加それから損害賠償命令の問題については国際刑事裁判の中で最先端を言っているという面はありまして、この教訓レッスンズラウンドは他の裁判特に ICC について仕組みは若干違いますけれども、その経験や教訓は生かされるべき点があるのではないかと考えております。カンボジア側の司法官がどういう人たちかというのは、これはかなりカンボジア側の現在の司法制度の中でトップクラスの人たちがやっております。カンボジア側の共同検察官、つまり国連側とカンボジア側1人ずつ出ております検察官の方はチアリアンという女性、現在のカンボジアの検事総長であります。それから捜査判事ユーブンレンは日本でいうと東京高裁長官のような人であります。それから私の所属するシュプリームコートチャンバーの裁判長コンスリムは最高裁の副長官、それから同僚のカンボジアが判事はほぼ全員が最高裁判事または日本でいうと大阪地裁所長といったような要職にある人たちであります。そういう意味ではカンボジアの司法界はこの KR 裁判に対して全力で臨んでいるということはこの人選からも見て取れると思います。でこの人たちはこの業務量に応じてですけれども、中には兼務している人もおります。例えば私の裁判部の裁判長などは最高裁の副長官と時には兼務しておりますけれども、
KR 裁判の方が忙しくなるとこちらに専従するといったようなことですし、一審の裁判長などは非常にこの KR 裁判が忙しくてもうほとんど張り付いておりますので、多分兼務はとても物理的にできないだろうと思います。最後に言語の関係ですが、この裁判はクメール語、英語、フランス語の3カ国語でやっておりました。当然のことながら被告人、被疑者、証人などはほぼ全員がクメール語を話すわけですけれども、捜査書類は、国際側の担当官の使用、メインの使用言語によって異なる。例えば先ほどマーセル・モンローという初代の捜査判事だった頃は大体のものはフランス語でできておりましたし、一審の裁判官にもフランス人がおりますので、外国語のものは英語またはフランス語のどっちかで出てきたものをそれを反対側に訳すと言ったようなこと、またクメール語で最初書かれた膨大な量の証拠資料、これを少しずつ英語に訳しておりますけれども、例えばこの第一事案の証拠書類12万ページと言われるようなもの、全部一遍に外国語に訳すということは到底不可能でありまして、少しずつ進めておりますけど、これは膨大な時間と費用を要しております。まあ、この国際刑事裁判全般に言えることでありますけれども、この複数言語で行うことから来る難しさというのは、まあ実際やってみないとわからないくらい大変なところがあります。私のチャンバーでも英語ができるカンボジア側判事は一人だけでありまして、裁判長をはじめできない人の方が多いもんですから、チャンバー内の合議もすべて英語とクメール語の同時通訳といったようなことで進めております。裁判本来、裁判自体の難しさはこの事件の複雑さから来る部分もとよりありますけれども、その複数の言語でやっていることのから来る困難さまたは遅延といったものもあろうかと思いますが、これはなかなか克服できるものではございませんで、国際刑事裁判に付きもののチャレンジだろうと思います。はい、ちょうど時間も来たようです。まだまだご質問あるかと思うんですけれども、今日は野口さん本当にありがとうございました。先ほど私ちょっと間違えまして、まだ任期は今週日曜日まで残っておりことで、はい、本当に長い間ご苦労様でございます。それで日本記者クラブを代表しまして、これは感謝の気持ちですけどネクタイでございます。どうもありがとうございます。今日は野口さんに署名していただいたんですけど、これ、書いてある通りカンボジア国民の、前途が素晴らしいものでありますようにという一筆を頂戴しました。本当にどうもありがとうございました。